阿部文治にやってきました。今日はね、目的がこれだぞ。これ西古墳、東古墳、これちょっと見てみたいんだけどね。はい、ここ中入れるのかな。西古墳、はい、西古墳でございます。おお、中も入れますよね。平日だるいないんだけどね。じゃあ、開かせてもらいましょう。西古墳の先導入って。うわぁ、すごいな、この石は。すごいわ。お、中に祀られてんだ。うわぁ、これすごい。はい、ありがとうございます。失礼します。願掛け不動産でございます。不動でございます。これ、上一枚岩やから、すごいぞ、これ。これ、いつやろうね。もう、6世紀、7世紀。古墳の後期やね、これ。きれいに切ったらね、素晴らしいね、これは。こうかな、こんな感じでございますね。いやー、素晴らしいね、この石。はい、西古墳でございます。この形状はどうなってんだろうね、これ、西古墳の。あ、浮き見堂が見えて。浮き見堂が見えて。何もわからんか、これじゃ。わからんな。古墳を回ってみようか。中丸さんの、北枝桜。円墳でございますね、これ。円墳ですね。いやー、今綺麗やね。もみじがちょうど紅葉してね。高さが5、6メートルありますかね。え、上上がれるかね、これ。ちょっと中入ってみましょう。いや、素晴らしい石組みのね、石室の見せ物だけどね、よかったね、素晴らしかったね。紋章があるけど、あ、反対側やな。中、撮影は構いませんということでございましたからね。はいはい、上上がってきましたけどね、このやつずっとね、階段上がってきて、上何があるのかな。金運状態と書いてあるね。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。灯籠が電球入ってるね。何が入ってるかね、これ。ああ、電球でございました。そやけど、あれだけの石室を作ってるということは、すごい人なされたんやろな、これ。手の血だそうです。一瞬まだよね。
奇跡でございます。見るとすごいなこれ。こんなところで来るのか、桜さんは。どこで白山道東古墳清明堂帝都十一名観音。これわかるか。十一名観音でございます。東古墳、あ、こっちが東古墳だ。これもなかなかいい石使ってるんだよ。飛鳥時代やね。この古墳はちょっと削りが荒いね、あの石とね。はい、見えるかね。これ奥にもあるんだよね。はい、お腹入られへんねんな、白山道は。で、これ合格もさあ、合格できるように YouTube で、はい、行きましょう。失礼します。合格もでございます。はい、やっぱりこっちを歩くべきか。これちょっとルート間違えましたね。これ山ですから。あれもう展望台。あらあら、もっとあるかと思ったけど、もう展望台でございました。これ2022年5ヶ月で虎年かね。いやー、綺麗に植えてある。よく見ると全然わからなかったけど、こういうことかね。深見道ですよ、これ。ずっと見上げるとね、わかりますかね。ずっと奥の山で、これ二条山ね。これ宇根見山、これ宇根見山。はい、あの二条山から桂木山、薄く見えるかな、桂木山な。2022合格、これすごいよ。これなんだろう。御朱印もあるんや。そうだ。紙パンってなんだろうね。あ、これですね、今な。阿弥陀丸美人。伊勢神宮の標識。すごいぞこれは。合格祈願でございますかね。すごいぞこれは。本堂かね、これは。